こんにちは、合同会社セカンダリーの長内です。学術論文紹介サービスリサーチセカンダリーということで、今回は、こちら、著者から抜き刷りを、いただきまして、社辞にも私の名前を書いていただいているのですが、産業精神保険25巻2号に掲載されております、岩瀬俊夫先生の、公認心理師の活用とその、養成カリキュラム、産業訪問心理ステーションの、創設とアドバンスド EAP の実践をご紹介します。本論文は公認心理師の活用についての著者の指論、提案がなされているものでして、その要点は、公認心理師を事業主に従来の訪問看護ステーションのような、医療機関と、企業との間に入る存在となる、いわば産業訪問心理ステーションなるものを、創設するのはどうか、というものです。また、より専門的で個人心理療法に近い性質を持ち、従来の EAP とも補完関係を持つアドバンスド EAP と著者は名付けておりますが、それを、プログラムとして、提供するのはどうか、という提案もなされています。出展情報の詳細は、弊社ウェブサイトリサーチセカンダリーページに掲載しております。ぜひ、ご覧ください。よろしくお願いいたします。